ファイザー社のワクチンはマイナス75度で輸送・保管しなければなりません。マイナス75度で保存する必要があるワクチンを一体どうやって運ぶのでしょうか。このワクチンは専用の保管箱に入っています。一つの保管箱にはバイアルと呼ばれる小さな瓶が195本入っています。ワクチンは保管箱に入れられて、ドライアイスや温度モニターで品質を徹底的に管理されながら、冷凍のまま拠点となる医療機関に届けられます。さらに拠点から接種を行う施設などにワクチンを小分けすることもできますが、その時は冷蔵の保冷バッグを使用して、振ったり振動の大きいバイクや自転車での運搬をしないようにお願いしています。冷蔵での保管は5日以内、一度希釈したワクチンは6時間以内に使い切る必要がありますので、計画的効率的に接種を行うことが重要です。合わせて冷凍されたワクチンをどうやって接種するかについても説明します。ワクチンは2度から8度の冷蔵庫では3時間以内に、室温では30分以内に解凍します。解凍したワクチンを生理食塩水で希釈して接種します。針やシリンジにワクチンが残らないものを使えば、1瓶あたり6回接種することができます。それがこの針とシリンジです。先行接種の医療従事者約4万人にはこちらを使用します。貴重なワクチンを無駄にしないために、メーカーに針とシリンジの増産のお願いを行っているところです。国民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。